発達した前線と台風からの湿った空気により愛媛県では3日間雨が降り続いています。降り始めからの総雨量は多いところでは500ミリを超えており、気象台から洪水警報が出た。このままだと近所の川が氾濫するかもしれない。氾濫すればこの家も浸水するかも。氾濫してからでは手遅れだ。避難するよ。防災セットはここにあるよ。避難カードも。防災セットには私の薬も入ってる。ちょっとお隣の一人暮らしのおじいちゃんにも声をかけてくる。15分後には避難開始するよ。はーい。この家族なら無事に避難できたんでしょうね。よかった。そうですね。これくらいきちんと情報を分析して慌てず早め早めに動いていたら無事ですね。